この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、キモいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と当たったって最強素人成瀬心美、ね、エンド初心に戻って初代助っ人朝比奈由紀。対戦騎士はシリーズ最新作獣王王者の覚醒、やはりサバンナチャンスの継続が鍵となる。ルールはいつも通りシンプルに最終獲得枚数の多い方が勝利となる。そして魚拓が勝てば宇佐美春ちゃんの生着替えエンドムフフな写真を視聴者プレゼント、ご期待あれ。ではでは美春ちゃんを迎えて、まずはこちらのコーナーから。で前回までの戦いはというと、成瀬が序盤から絶好調。これあったかいよ。あったかい、動物性ゾリじゃん。ちょっと待って待って、おいお前動物性ゾリ知らないのか。え今の激アツですよ。激アツじゃなくて、もう初代からサバちゃんがボーナスでも確定です。はい上手揃った。あれ最近見ない顔だよねえ。やっぱ私には朝比奈が必要かもしれない。あれお前めっちゃいい顔してんだけど、朝比奈が必要かもしれない。ほんとちくしょう。まあでもいくらボーナスいてもね、サバちゃんやりしょうがないんで。そう勝利の鍵はサバンナチャンスをゲットできるかどうか。よろしくお願いします。とりあえずまあ理性の可能性があるんでこっちに移動したいと思います。ポンポン結果発表よ。いやーもう4000枚って聞いてた。でも怖くて怖くて。でも今日ね素敵な一言が私聞こえたの、木村さんから。ここみちゃんのね、うん、久しぶりにその顔を見たと。あそうだってあんな笑顔を本当見てなかったですよ。北海道で最初のジンギスカン一口目行く時ぐらいですよね。もうここしか楽しむ、そうホール内では全くないですよ。そうです最近ないです ですね、ここ何回もですよね。うん結果の方を発表したいと思います。魚拓さん333枚、おゾロ目。えで4000枚、確かに4000枚。どうした4000枚出てたからもう怖くて怖くて。ココミン745枚ということでココミンの勝利でございます。4000枚出たと思ってた。得意ってでも展開的には2人ともすごい良かったっす。いや良かったと思います。何負けるのか。どうした大得意って言ってたからもう。いやお前引きすぎだよ今日。え引きすぎ。いやなんかそうだよね。でも私なんか今日そう思いました。朝比奈の頃ってこんなあったよな。そうでした毎回毎回こんな感じで。いや朝比奈から始まったじゃん、はい、そっから助っ人がそう変わるためにあなた調子悪くなったんですよ、はい、やべで落ちて東条でさらに落ちてガチスポが始まってグダグダになり始めたらもう全く硬くなったっていう。もうドラミで底辺行きました。でもすごいいい顔してるでしょ先輩。そうですね普段もう鬼瓦みたいな顔してる。罰ゲームなんですけれども、今回ね罰ゲームうちのうさちゃんが来てくれたんで、罰ゲームの内容はじゃじゃん、夜のお悩み相談にしました。あれちょっと待って、罰じゃないですねもはや、まあ、私も久しぶりに勝ったんでね。たまにはたまにはうちの一押しのポイント。いらねえよ政府とか。むしろまあでも一応形式上あまあまあじゃあ一応はい、ゾーンっていう可能性もあるんでこの辺でしょ。はいはい、でははい行きます。これで外れたらもう、いや12345分の1でしょ。5分のよしよし、おオッケー、よし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 、おめでとうございます。お、はい、何でも相談して俺というわけで何でも夜のお悩み相談ということで、はいはい、朝比奈さん、はい、よろしくお願いします先輩。では夜のお悩み相談よーい。いや用意してるよ。何で何ですか。うさちゃんどこ行った。いや
うさちゃんは私と一緒に聞いてるっていう、はい、そうでしょ。いっぱい聞きたいことあるんです。何でも聞いてください。いっぱいあるんです。じゃあ、よーいスタート。もう化粧がやだ。その時点で、ね、もう何ですね、オフェラーリはまあしたことないんですけども、最近あのおでんまの方覚えたんですね。そしたらあの気持ちよかったんですね。ですごい気持ちよかったんです。で今弱でこうやってやったの、イーンって。違うの、ここやってました。で今弱で気持ちよくなって寝るっていうのが日々の日課になってるんですけども、はい、あ、行くみたいな、それが私はしたことがないんですね、はい、行くっていうのはどうしたらいけるのかっていうのが相談です。お答えください、はい、本気で悩んでるんです。行き方がわからないです。お答えください。今日にすれば雑雑一番雑いや今ジャックなんでしょ。一番今ジャックで気持ちいい状態です、はい、今日ですよ。それ一番雑ですね。でもウィーってのウィーってするめんどくさい音声行かせる時のやつですあの女の人がいた時って分かりますか。あの女のお答えくださいすいません、お悩みなんで。いやまああのなんていうか自己申告があれば、自己申告があれば分かりますし、分からない人もいますよ。そら分からない人もいる、分かりにくい人もいますよ。行ったって言ったとするじゃないですか、その彼女が、はいはい、その時はどんな感じですか。あのよく痙攣するとかピクッするとか行くんですよ。それはどういう感じですか、状態。俺女を殴ったことないですから、初めてやっていいですか。俺聞いてるだけで真剣に聞いてるんです。ピクピクするかお答えくださいしてましたか。する方もいらっしゃいましたね。いらっしゃいました。あの要は腰が浮く方とかね。あ、腰が…え、こう…ってなるんですか。ねえ、うさちゃん、助けて本当にそういうことですか、はい、やっぱ…今まで一番きつい罰ゲームでした。なんですか、こんなに忍耐を知られるのはなかったですね。美咲さんの騎乗位よりやばかったですか。もうきつかったですね、本当に。そうでしたか。次だってどうするんですか。だってもうガチスポ、まあ次のパチンコはあれですけど、はいはい、次のパスロンってなったら、はい、なるせば誰を指名するのかって話ですね。はい、じゃあ始まってみないと分かんないってことですよね。そうですね、来月を皆さんお楽しみに。気分次第。ちなみにじゃあ今日朝比奈の助っ人、はい、100点満点でいうとどれぐらいですか。100点だったんじゃないですか。ってことは次回もあるかも。いや、ってなれば100点だったら、そりゃだって代打でホームラン打ったみたいなんでしょ。まあそうですよね。そりゃ次ももちろん大事なところで代打、そうじゃ朝日奈ってなるのが当然なんですが、果たしてどうなるか、お楽しみに。